姉ちゃん、お風呂空いたよ。って、なんでまだスーツなのさ。絵えー、じゃないよ。あのさ、仕事から帰ってきて何時間経ってると思ってんのそれに、スーツ着たままだらしない格好でゲームしないでくれる 私から見ると就活生が就活嫌になって諦めてる姿にしか見えないんですけど言い過ぎじゃないよだって本当のことだもん。 何、そんなに見つめて僕の顔に何かついてますかえこの時期に半袖半ズボンって寒くないのかなっていやさすがに外で歩くときは上に何か着るしそもそもこの格好をするのは家の中だけだよ どうなに <laughs> 姉ちゃんそこまで考えられないほど頭悪かったっけんさっきから私のことバカにしすぎてないって <laughs> いやだってねこうやってバカにした方が 僕に振り向いてくれるじゃん <laughs> 突然の耳打ちで焦ってるそういうとこだよ僕が姉ちゃんを可愛いと思ってるのはあれもしかして気づいてなかった僕が姉ちゃんのこと 一人の女性として見てるの <laughs>。だからさ、こんなに胸元見せちゃってさ、誘ってるんじゃないかなって僕は思ってるんですが。ダメ。もうボタン閉めるの遅いから。ほんと。 と前から思ってたけどさ姉ちゃんって危機感とかさ全くないよね <laughs> うるさいじゃないってだからこうやって僕に襲われる寸前まで行くんだよ ねえ、姉ちゃんのことを、もう食べちゃった。